横の君そう君ええ私、ええ、昨日はライブを楽しんでくれてありがとう<あ>そうこの衣装は今日使うの今日も来てくれるのね それは昨日分かったずっと私のことをしてくれてありがとうあのですねいやああいう場じゃないとタメ口使えなくてあそうねタメ口を使わせていただく使うね 問題が発生したの。そう。今日のライブ出られないかもしれない。<あっ S 1> それは私だって出たいの。え、ね、え。でも、こんな顔じゃ出られない。怪我したとかじゃなくて、もうちょっと私の近くに来て、そうしたらわかるから。うん。 驚かないでよこういう状況なのおこの眼体はそう眼体で何とかしようと思ったけどメンバーの子からは無理があるって言われて。 だから、よく見てよ。この目。そう。ううそ、それは。はあ、なんとよ、相手は。け、結婚なんかしないよ。 まだ相手はどう思ってるかわからないしうんでも多分両思いだと思ううんで君に言ったと思ってるの昨日の握手会の時あんた 私にマーキングしたでしょう。そうじゃないと、私の目がハートになるわけないじゃん。それに、思い当たる人が君しかいないの。これは、お互いの了承を得ないとつかないんだから。 多分、うん、私たちは両思い。何を、迷惑。早く君の匂いをもっとつけてもらわないと、このハートが消えないの。勘違いじゃないよ。昨日の握手会、君と会って、目が離せなかったんだもん。毎回来てくれてありがとう。 それが原因かも最初は普通のファンとして対応してたよ毎回手紙もくれるし応援してくれてすごく嬉しくて支えになってそれでどんどん自覚していったのかもしれない昨日久しぶりに君と会って好きだなって思っちゃったのいけないことなのに アイドルとして失格応援してくれるファンにこんな感情を抱くなんて困るよねそりゃそうだ早く君のことを忘れたいんだけどどうしても昨日の今日じゃ無理でそれに今日はライブ2日目じゃんどうしたらいいか分からなくて 欠席なんかしたらファンのみんなに申し訳ないし協力してくれるの簡単な方法は数分間抱き合えばいいんだってうん私もこういう経験ないから初めて知った 嫌、うん、じゃないよでも今後私の中から完全に君が消えないと定期的にこのハートが浮かび上がっちゃってうん協力してくれないかなお願い はできれば付き合っていたいんだけどねえ隠れて付き合うもダメ <laughs> でも君は今私のファンなんでしょうこれから 定期的に呼びつけることになるけど。それで、ファンが私と密会してたら、すごいことになっちゃうんじゃないかな。でさ、君が良ければだけど、私の、マネージャーになってくれないかな。う、ん。そしたら、必然的に私と会えるでしょ。 みんなからは許可もらってる君じゃなきゃ無理だよもうだって君がこんなに真摯に応援してくれて君がいなかったら私このアイドル生活かじきでたと思うから何度も救われたんだよ だから彼氏になれないんだったらこれからマネージャーとしてそばにいてほしいお願いよしあうんじゃあ今日からマネージャーってことでいい 大丈夫。ライブコンサート見ていいし。うん。見た後、みんなに紹介する。だからとりあえず、君は今から私のマネージャーね。うん。この目のハートは、は両目に浮かび上がってるんだよ。両目は。 君が私のこと純粋に思ってないと浮かび上がらないから片思いだったら片方で済んだんだけど君が無意識にマーキングしちゃったから <laughs> これはマネージャーがしっかり管理しないとね そういうのは大丈夫。本物の恋愛じゃないと反応しないから。うん。それに、受け身側である女の人しか、こういうのは浮かび上がらないし。うん、<laughs> 授業で習ったでしょ、常識。<laughs> じゃあ、君にすごく関係あることだから。 改めて勉強し直して。<laughs> とりあえず、私のこと今、抱きしめてくれないここは誰も来ないから。うん。お願い。 匂いつけて <laughs> うん私なら何でも似合うから <laughs> このハートこれからは君の前でだけ見せてあげるうんお願いします 心臓の音うん私もすごく緊張してるアイドルはこういうの禁止だから <laughs> 今仕事とかしてるそうだよねあんなに貢いでくれてたし 今のお給料の倍は出せると思うから安心してうん私が頑張ればいいの。 恋人同士じゃない君が耐えられるまでマネージャーとアイドルでいてあげるどうハート消えた 少しだけ、このままでいさしてくださいこの後、ライブなんで <laughs> はいライブの休憩中控え室に来てくださいね です <laughs> もう私から離れられないねマネージャー。